次、これめーめー、めめ先生、素敵すぎます。いいでしょこれ、妖怪。妖怪悟りすぎ。妖怪,すぎ妖怪悟りは言いますけど、<laughs> 妖怪悟りすぎ。独身 <laughs> 術っていうことでね、うん。怖い顔してるから、きっとあの人は私の話が面白くないんだとかね。うんうん、これね、僕もね、ちょっと告白中よう、気をたら。うん、僕もね、どちらかっていうとね、体験で怖い顔してたら、あ、この人、いや連れてこられたんだろうなとか、この人、僕の話、退屈なんだろうなと思って。意外や意外、そういう人が申し込むの、ね、よ。 時い<ー>ええ<ー>それやったら最初から笑っといてって。<laughs> ものすごいニコニコして笑って、みたいな。で、うんはうんって、ヒツイとも言ってたけど。えー、それでヒスイさん本当によかったら今度ワークショップ行きますって言って、すごい社交的な人が申し込まない。そうなんですよ。で、来ないでしょ、あなたはって言った人が申し込んでくる。あれね、わかんない。 表情。<laughs> だからね、意外とね、怖い顔してるけど、実は感動してるんだよね。うん、感動してるけど、僕ら怖い顔してるから、妖怪悟りすぎで、うん、あ、きっと嫌いや連いやれてこられたんだな、とかね。<laughs> うんうん、逆には、奥さんが来てるから、ちょっとね、裏でも明かしたろうぐらいの気持ちで、嫌、はい、いや,いやね、最初から反発心を持って来たに違いないとかね、はい、妖怪悟りすぎ。<laughs> うん、いや、僕あの,先生あの、先生、あの、 僕は講座を受けた時に、そんな人がいたんだっていう先生の体験談を思い出しました。うん、食事会の時に、なんかいらっしゃったんですね。いや,いや先生、私のこと嫌いなんでしょう。<や>はい、言った方が。妖怪悟りすぎね。はい。いい、そんなのないでしょって。うん。どうしてって言ったら、私が遅れてきた時、嫌な顔なさったんです。覚えてない。<laughs> たくさん生徒がいるんだ。五六十に入ってくるのに。 そうか。ある意味ですごいよね。ある種、ナルシスティックだよな、と思って、感じたのはすごいありますね。なんか、すごく、明太パスタのこととか、突っ込まれてることが、そうそう、あります。ラプールかけようと思って、まあまあ、そっか、ごめんねって、そんな顔したんだね、とか言って。で、ね、よかったら、食事会の時食事会の時に、これ食べないって言ったら、嫌いって言ってんじゃないですか、みたいな。 もう、チャララーンってあもう、これ以上突っ込んだらあかんなと思って。その時のスタッフがみんな寄ってきて終わってから、えっと、先生、大丈夫ですか大丈夫です大丈夫ですかって。よくわからない。なんか、すごい、なんか怖い、みたいな。それで僕が、もう食事会なんか絶対二度と僕、絶対出たい。あんな人ばっかりだって言ったら、フォーカス。歪んだフォーカス。でも、まあ、ある種、その人本当に、 先生から嫌われるような行動してたかもしれませんね。ある意味、ある意味、こう、全部嫌いなんでしょ、とかって。ああ、そいついや、んかね、今考えると女性だったんで、まあ、ある種のフックだったのかな。あ、フックね。なるほど。なかなか普通だと目立たないじゃん。先生も寂しいんでしょとか。ああ、あの系のフック。ああ、なるほど、なるほど。寂しくないし。全然ハッピーだし、みたいな。ハッピー それを座ってふっかけてくるんんですよね <laughs> <る>なんかこう嫌いなんでしょとか言ったりとかそう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 だからそういう意味でねこう向く彼女が笑ってなかったからデート、うんうん、きっと振られたに違いないって、うん、向こうもしかしたら緊張して笑えなかったかもしれないし、うん、とか、ね、逆に言えば上司、うん、さっきの上司がね、うん あの、スッと行かれたから、派閥から外されたみたいです。いやいやいや、忙しかっただけかもしれないよ、みたいなね。君なんで妖怪悟りすぎ悟りすぎ。<laughs> 勝手に、どん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 悟った <laughs> みたいなね。で、その悟りがハッピーになる悟りだったけど、なんでっていうね。う自己紹介して、したのに、はい、なんかみんながうなずきが悪かったから、僕の自己紹介だって言って。 みんなが、ああ、よ、良かったって、好印象持ったかもしれない。ねえ。でも、なんか、変な風に悟りすぎはい。うん、じゃ前向きな勘違いはいいっていうことですかねある意味、こう、自分はプラスになるような。それは今度。また違うんです。こう、なるし。あ、なるほど、なるほど。世界の女は全部俺のものみたいな。全部受けてる俺のギャグは、とか。妖怪 <laughs> <laughs> 悟らなさすぎ。<laughs> 逆のバージョン。業界悟らなすすぎ。悟ります。みんな冷えて不意にするみたい。どうしたって。感動した動けなくなったみたいな。心身症だ。それ、課題評価すそうなるほどですね。新しい業界が始た業界悟らなすすぎ。ありがとうございます。はい。4ついきましたんで、ちょっとじゃあまた、この4つで。まだね。業界悟りすぎとか、歪んだフォーカスとか。